こんにちは。今日は最近使い切ったコスメたち紹介していきたいと思います。はじめにこちらはクラランスで誕生日の時にいただいた、ギフトでコットンになりますね。多分 2,30 枚入っていて、去年もいただいたもので、こちらはちょっと1個の大きさが小さいので、もう拭き取りに使って使い切りました。こちらは前肌のコットンで、これは7枚かな、7枚入ってたものですね。こちらももうサンプル品なので、拭き取りとかに使ってさっとなくなっちゃいました。こちら長らく愛用していたコスメデコルテのフェイシャルピュアコットン100枚入りなんですけど、こちらはもうこれが最後で、もう購入する予定はないですね。ちょっと、デパートも遠くなってしまって、こちら買って帰ってくるのも大変なので、もう今は松木用のコットンを1本で使っていきたいので、こちらが最後になります。コンタクトになりますね。こちらは韓国のポップレンズで購入した、購入というか多分おまけでついてきたやつなんですけど、エイドっていうもので、グリーンの色なんですけど、なかなかの発色で、普段使いは無理ですね。休みの時に使ってたんですけど、これもね、なんか結構乾燥がひどかったり、あとはカーブの大きさが合わないのか、結構ね、もう 5,6 時間つけてるともう目が痛くってダメだったので、もう外出する時とかに休みでちょっと使って、家帰ってきてもうすぐ外しちゃう感じだったので、ちょっと1ヶ月まるまるは使えないんじゃないかなっていう感じですね。とりあえず、自分で購入することはないですね。こちらフランミーの桜ロール30枚入りになります。フランミーのシリーズ一番大好きなので、また色変えて購入すると思いますね。こちら1箱使い切りました。こちらはクリアタイプのコンタクトで、プロクリアワンデー30枚入りになります。主に夜勤の時に使っているものですね。こちらもリピートして使っております。ハンドソープですね。ディープスティープの、フレッシュラベンダーの香りのハンドソープで、大容量で 520ml 入っているものです。まあ今の最近のコロナの影響で、普段以上に手洗う機会も多いので、結構早くなくなりましたね。これも何個か種類買ってて、今最後1本使ってますね。これはリピートはもうないかな。アイハーブで買ったので、ただ大容量なのはすごくいいんですけどね、考え中です。こちらも安定のリピート品です。ダイソーのパフスポンジ専用洗剤1個使い切りました。まだストックがあって使っております。バス関係で、こちらラックスのうねりケア用のコンディショナーの詰め替えをしたので、こちら1個使い切りとしますね。こちらは結構今長らく使っていて、とても気に入っておりますね。すごくサラッとなるので気に入ってます。そしてこちら、何回か使い切りで出てきたんですが、台湾でのお土産品で、多分ヘアコンディショナーというか、まあトリートメント、商品名が分かりませんが、こちら最後の1本を使い切りました。そしてハンドクリーム、こちらシャネルの、ラクレームマンですね。 50ml 入ったものですが、こちらはね、ここの先端からクリームが出てくるんですが、まあ普通のハンドクリームと違って絞り出せないので、最後の最後がもう振って振って逆さにしといてっていう感じで使ってたので、使い切るにはちょっと最後の方になると使うのが大変かなっていう感じですが、まあ匂いも癒されるし、すごくしっとりして良かったです。こちらはヘアワックスルシードエルのアレンジアップワックスですね。ま
程よく固まってアホ毛とかが落ちてこない感じで私は気に入ってますね。うん、これも多分今はサラのものを使ってるんですけど、サラとこれと大体交互で使っているので、また次はこっち買おうかなと思います。洗顔系になります。こちらビオレの、マッサージ洗顔ジェルですね。私はいつも、角栓クリア系の毛穴のケアの方を使っております。こちら今現在もリピートして使ってて、うん、だいぶ気に入ってますね。そしてこちらはダブの泡洗顔料、角質ケア用です。匂いはなんか花系の香り、ローズまでいかないし、何の匂いって言ったらいいんだろう、うん、お花系の香りです。匂いちょっとあんまり好きじゃなかったのと、あとは前にこれの別の色のシリーズを使った時に、あのぬめりがすごく残って、洗い上がるまでがすごく流すのに時間がかかって、私はちょっと苦手だったので、これもやっぱ同じで、うん、リピートはないですね。こちらは、クレンジングオイル、ソフキモのホワイトクレンジングオイルになります。これはあの職場のストックで置いてあったものなので、特にこだわって買ったわけじゃないので、リピートはないかな。しかもあのとても落ちにくいというか、うん、落ちづらいオイル系なんですけど落ちづらい。まあ安いしね、多分その時に気分で買ったんだと思います。そして化粧水系というか美容液系は、コスメデコルテの化粧液、85mm のものですね。こちらは導入美容液になります。サイズもちょっと普段のとは違って、普段多分 60mm かな。これはあの特別サイズで期間あの限定で出てるものだと思います。こちら使い切りました、うん、安定の美容液で常にリピートして使っております。今現在も使用中です。そして同じコスメデコルテ、ちょっとロゴが剥げちゃったんですけど、こちらは、IP ショット、目元用の美容液というかシワ改善のもので、今はこれリニューアルして、まあ、パワーアップしたのかな、赤いパッケージのものになってるんですが、まだ旧パッケージのものがストックがあるので、そちらの古い方から使ってて、こちら使い切りました。これはね、目にも染みないし、結構私朝晩とか 朝使う方が多かったかな。使うとあの結構目のむくみとかあのちょっとすっきりするので使ってました。こちらは今もストックの方を開封して使っております。そしてこちらエリクシールのエンリッチドリンクルクリーム S、 これも、目元用のもので、こちらは主に夜使ってました。これはちょっと目に染みたかな、たまにちょっと入っちゃった時。でもすごく伸びも良くて、うん、このサイズで多分5000円ぐらいだったのかな。ちょっと機会があったらまた買ってもいいかなと思うんですけど、今また別のアイクリームもストックを使いたいので、今のところはリピートはしません。そしてリップクリーム、こちらはダイソーで購入したリップモイストエッセンス、蜂蜜配合の 8g のものなんですが、これ保湿力ほぼゼロですね。そしてすごく苦くて、あの味がもう早く使い切りたくて、もうベタベタに塗って使ってましたね。これはまあリピートはしませんね。そしてパックですね、今回はちょっと少なめなんですが、ルルルンのこちらは京都限定のフェイスマスクになります。7枚入りのものですね、うん、ルルルンはすごく形もフィットして保湿力もあるし大好きなシリーズですね。これまだストックがあったかな。とりあえず地道に使っております。そしてこちらは韓国コスメになるのかな、リーダーズの、
ブライトトーニングマイルドコットンマスクになりますね、うん、だいぶ前に使ったから使い心地どうだったかな。でもこのシリーズ何枚か使ってたんですけど悪くなかったと思いますね、うん、とりあえず今パックもねすごいストックがいっぱい残ってるので、うん、これをリピートしたいっていうほどではないので今のところは購入予定はないです。そしてサンプル関係になります。こちら泥練り洗顔でいいのかな、サンプルの1回分だったんですけどこれがねすっごい良かった。もうね泡がもっこもこになって洗い上がりもすんごいしっとりでこれがめちゃめちゃ良かった、うん、ちょっと原品探してみようかなって思いましたね。こちらは良かったです。あとはこちらはサンプルというか一応原品になるのかな、クリニークのフレッシュプレストシーパウダークレンザーパウダー洗顔料ですね。こちらを、全部で10個使い切りました。これはねなんか店員さんはあのこの泡を作って洗うときにその泡をあのパック代わりにみたいにするといいですって言われたんですけどそこまでの泡が立たなくて、まあ、多分泡立てネットとかでやった方が良かったのかなって思うんですけど私普通に手でわしゃわしゃ頑張ってたんですけど思ったほどふわふわな泡にはならなかったのでもし次購入とかあのサンプルでいただいた際には泡立てネットを使ってやってみようかなと思います。そしてこちらロージーローザのサンプルのジェリータッチスポンジですね。これは単純にスポンジが小さくて使いづらかったぐらいですかね。もっと大きいやつだったらよかったかな。まあでもねあの鼻周りとか細かいところを塗るには良かったけど全体を塗るにしてはもっと大きいスポンジでパパパパって塗りたいのでこちらは特に購入予定はないです。他のサンプル品を使ったものとしては、ゲランでもゲランのやつでこれ多分ねどっかのね店頭で配ってたんですよね。店舗でもらったわけではなくてレソンシェル 02N ファンデーションとこちらがランジュリード4 N の01でいいのかな。なんかねどっちかがすごい水っぽいファンデーションでもうサラッサラなやつでしたね。でどっちかが普通のちょっとこっくりしたやつでちょっと使い心地は忘れたけど多分どっちかがもうすごいサラサラ薄付きなファンデーションでした、うん、なんか匂いも良かったし原品買うことは多分ゲランのお店が近くにないので買いに行くことはないとは思いますがまあ使って良かったかなと。そしてこちらロージー&ロージーの付録に入っていたマキアレーベルの美容液ファンデーション2回分使い切りました。これもかもなく不可もなくなんかすごい BB クリームみたいな質感でしたね、うん、原品買わないと思います。こちらはデューの、化粧下地とクリームファンデーション。これはねすごい良かった、まあ、下地というよりもこっちのファンデーションがもうすんごいね透けた時の感触がなんて言うんだろうもう本当にね伸びもいいしすんごいしっとりしてあのまあ3月後半4月全般かくらいのちょっとガッと寒かった時に1回使ったんですけどすんごいなんか保湿力があるようなクリームファンデーションでこれはねちょっと良かったです。原品どうしようかなって思いましたね。ちょっとこれもなんかいつか買ってみたいシリーズだなって思いました。あとはこちらこれは SK2 の、CC クリームですね。とこちらがアクセーヌのスーパーサンシールドのサンプル。あとは、クリオのキルカバーのサンプル。うん、これはキルカバーはやっぱリキッド系だったんですけどこれも
カバー力はよかった、すごい良かったですね。全然コンシーラー使わなくて平気でした。これもちょっと原品使ってみたいなって思いましたね。最近の使い切りコスメ以上になります。ご視聴ありがとうございました。